中年オタッキーです。この間も話しましたけど、また東海地方亀山ジャンクションですかで事故渋滞が発生しまして、まあちょっと一宮回り遠回りで関東に向かっている最中です。もうね遅くなってるんですけど、半ばやけくそでまあ動画でも作ろうかと思って、まあネタたくさんあるんでね、今日のテーマはね、デジタルとフィルム、綺麗なのはどっち、まあというテーマでやっていこうと思います。それではスタート。もうデジタル写真しかやったことない人について、まあ、撮ってちょっと興味深いテーマではないでしょうか。フィルムでもね結構ね綺麗な写真撮れたりするんですね。まあ例えば今ここにケース、まあ、もう空なんですけどケースがありますけど、これあのフジクロームのベルビアっていうね、あのリバーサルフィルムっていうのはプロフェッショナルフィルムになるんですけど、まずねそのフィルムっていうのはいくつか種類があるんですよ。現在ね入手可能、まあ一般的に入手可能なものは大体おまかに分けて3つ、モノクローム、まあ白黒のネガで、カラーネガで、カラーポジ、リバーサルになりますね。白黒のポジもあるんですけど、ちょっとお店とか通販でも見かけない現状になってますね。昔はねそこらで見たんですけど、でまあこれがどう違うのか、まあ特にねこのポジっていうのは知らない人が結構多いと思います。あの画像にいたしますと、まあ、こんな感じです。まあね、読んで字のごとくネガティブポジティブ、ネガはね色が反転した状態で、ポジは、まあ、リバーサルはあの見たまんまの色で映るようになってくるんですね。でこのまああのネガっていうのは、まあ、特にカラーネガはそうなんですけど、あんま色がついてない状態で、あのプリントするときとかパソコンに取り込むときは光の三原色を加えてカラー化します。で白黒っていうのはね、あの黒い部分が白くなって白い部分が黒くなるんで、まあ、あの光の強弱だけで印画紙に焼き付けるんですね。で、まあ、ポジ、リバーサルフィルムはねもともとねあのスライドとか、まあ、映画とか、まあ、そういうもののために開発されたものなんですね。でまあ非常にね綺麗です。リバーサルで撮ったものは非常に綺麗ですし、見たまんまでわかるんで、そのライトボックスとかでも見れて便利ですし長持ちもするんですね。私30年ぐらい前に撮ったリバーサルフィルムこの間パソコンに取り込んだんですけど、配色も何にもなくてまだビンビン新品な状態の発色でした。でねこの今回はとりあえずまずねそのリバーサルフィルムで撮った写真と、ちょっとねあんまり新しいっていうかかなり古いデジカメしか持ってない EOS5D クラシック初期型の EOS5D とあの比較してみました。EOS5D の一番最初のやつって、まあ、古いですけど、その色の調子とか画像の調子はすごくいいという評判のカメラです。でちょっと比較した画像がこれです。リバーサルの発色の良さは分かっていただけましたでしょうか。これどちらも取っ手出しになります。一切加工はしていません。でまあお金はかかるんですね結構ね。これリバーサルはね、まあ、特にこのベルビア高くて、
1本1400円ぐらいして、さらに現像も1000円ちょっとします。で、感度もね、これ書いてあるに50しかないんですね。ISO50 しかないんで、非常にその撮りづらくはあるんですけども、うまく撮れればね、非常に綺麗な写真撮れます。で、まあ何言ってんだって人もいると思うんですよ。例えば最新のね、ソニーの α7R3 とか、まあニコンの Z7 とかね、その辺を使ってる人はね、もうリバーサリーに綺麗な写真撮れるよと言ってる方も、まあまあそうかもしんないんですけどね、まあその綺麗さは勝ってもね、やはりねフィルムにナチュラルさはかなわないと思います。その例を一つ画像で紹介しましょう。この写真なんですけど、まあ見てもらったら分かると思うんですけどね、これ今ちょっとパソコンにも出してますけど、これ端の部分に光が強く当たって水平方向にね強く改造してる、ここだけ強く改造してるんですね。これなんでこんなことが起きるかって言ったらね、デジタルカメラのねイメージセンサーは四角いからなんですね。で、縦方向に強く改造してるのはちょっと見たことがないんですけど、まあ、多分ね光が当たった関係とかでね、稀にこういう風にねピシッと改造するのが出ちゃうんでしょうね。これがねデジタルカメラの限界だと思います。これね、画素数が上がってもあんま変わんない。結局ねセンサーが四角いんで、水平方向にはビシーンと改造して、異常に改造しちゃうんですね。で、フィルムはフィルムの方はというと、その球形、粒子は球形ですんで、全ての方向に、同じ改造をすると、ここがねフィルムカメラのそのナチュラルな、につながってるんですね。で、最近のねそのカメラ、デジタルカメラなんですけど、まあ APS-C とか、まあ、マイクロフォーサーズとか、まあ、まあ関係なくですね、全てね異常に改造するように作られてます。これはねそのセンサーの性能とかレンズの性能がいいっていうわけじゃなくてね、取り込んだ写真をね映像処理する映像処理エンジンが取り込む段階でシャープに処理するんですね。それなんでそんなことをするかっていうと、ユーザーがねシャープな写真を望んでるからなんですよ。シャープなキレキレの写真がかっこいいと。で現実にその撮った写真を見ると、本物よりも目で見たものよりもシャープな写真が撮れてしまう。これね本当にねちょっと問題だと思います。やりすぎってやつですね。でナチュラルさがねどんどんかけ離れていった方向に行ってると思います、デジタル写真はね。でこの間たまたまFacebook でちょっと知り合いが、いつもねフィルムの写真をアップしている人がですね、富士フィルムの XT2 だったかな、なんだかなの、デジタルカメラで写真をアップして、で知り合いにいつも撮ってる写真と比べてシャープすぎるよと、不自然だよって言われてましたね。ほんでその撮った人もこのカメラちょっと映りすぎますねというふうに言ってました。僕もそう思います。最近のデジタルカメラ、新しいデジタルカメラはね映りすぎると思います。だからねまあ僕銀影写真にちょっとお金つぎ込みすぎてて新しいカメラ買えないっていうのもあるんですけど、新しいカメラ買おうとも思いません。まあそれからねちょっとまあリバーサルフィルムの話をちょっとしましたけど、カラーネガフィルムにもね結構ねいい発色をするやつが、あるのを発見しました。ちょっと写真を見ていただきます。これねミノルタの α9XI っていうカメラで、レンズが、ミノルタ F2485 の F3.5 から 4.5 っていう普及レンズで、撮った写真になります。これがねこれフィルムがね
富士カラーのスペリアビーナス800っていうフィルムになるんですけどね、色温度とかをね非常によく捉えて綺麗な発色をするネガフィルムだなと思いまして、これを使えばちょっとリバーサルフィルムいらないんじゃないかなっていうふうに思えてきました。ただね、あの感度が800なんでね、やっぱどうしても粒子が大きいんで、あのディティールがちょっと悪いんですね。だから富士フィルムさんにできればね、このねフィルムを100で出してほしいなって今思ってるんですけど、フィルムが売れない時代にねちょっと新しいフィルムを出すってのは無理かなっていうか、どっちかって言ったらね、もうスペアリビアビーナス100もね、あの3本まとめてパックがね配信になったりとか、どっちか言ったらね生産方向の方向、生産中止の方向にちょっと向いていっちゃってますね。そんなわけです。今日の動画ね、デジタルが優れているか、アナログが優れ、まあ、銀塩が優れてるか、もうデジタルが優れてることにもう間違いはないです。なんて言ったってね、このベルビアで撮った写真とね結構ねトントンのフィル写真が、400とか800でも撮れちゃうっていうね、これ50ですからね、もうねちょっと暗くなったらね三脚立てないとねブレブレになっちゃうし、あの不便は不便です。でもね、アナログ銀塩のねフィルムの中にもねこんな綺麗な発色をするんだなっていうのがちょっと見ていただけると思います。で、注意しなければいけないのは、リバーサルフィルムっていうのはね色温度にね、逆らえません。つまり室内とかで黄色っぽい電灯の下で写真を撮るとめちゃくちゃ黄色い写真になったり、あとね屋外でも日陰で撮るとね青っぽい写真、色温度が下がっちゃうんですね。そういう時にはねフィルターを使わなきゃいけないですけど、まあ最近はね撮った後にパソコンに取り込んで色温度を上げたり下げたりもできるんで、あんまり気にしなくてもいいのかなとは思いますけど、まあそういう特性を持ってます。デジタルカメラはね、フィルムで言うたらどっちかって言ったらネガよりもポジに近い特性を持ってますが、デジタルカメラをホワイトバランスをオートで調整する、ホワイトバランスを調整できますんで、そのリバーサルフィルムっぽい写真を撮れても、その勝手にホワイトバランスを変えれるんで、どんな色温度でも普通に撮れるっていうね、 目で見た感じで撮れるっていう、利点も持ってます。どちらが優れているかって言ったらそれはねデジタルなんですよ、それは間違いないですね。聞いて新しいものには古いものは構いません。でもね、銀塩写真でもねこんな素晴らしい写真が撮れるってことを今日はご紹介しました。面白かった、役に立った、やってみようと思ったとか、まあいろんなパターンの人、ぜひともいいねボタンを押してください。でまた面白かったなと思ってね、まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録していただけたらと思います。300人到達、チャンネル登録今ようやく200人到達しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こんなねしょうもないね適当な編集をやってるね人間にね200人もチャンネル登録していただいてありがとうございます。300人を超えますとカメラプレゼントの企画をやりますんで、ぜひともチャンネル登録してお待ちください。年末になってきてもう忙しくてやけくそで動画を作っておりますが、次の動画はちょっとまた、いつになるかは分かりません。それでは次の動画チャンネル登録してお待ちいただけますか。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。